江戸川メディアラボがお届けします。チャンネル登録よろしくね。はい、どうもご視聴ありがとうございます。今回もね、月一のあれやってまいりましたよ。恒例の現代自動車11月の日本販売数を見てみようというコーナーでございます。それではですね、まず先月を復習してみたいと思います。こちら、ポン。はい、ということでね、先月はあれなんだよね、先々月に比べて伸びたんだよね。じゃあですね、10月かな。はい、じゃあこちらね、こちら復習してみましょう。 BYD134、 ヒュンダイ84台も売れていたということで、これ10月ね。で、これがじゃあね、11月いきますか。いけますよ、こちら11月いきます。お、 BYD163、 36台、減りましたよ、減りました。半減だよな。おう、半減だね、半減以下だね。減った減った、よし。はい、ということで、でもね、まだ36台っすよ。まあでも、ね、じゃあ先月何だったんだろうね、よくわからない。で、昨年比で言うと 102% なんだ。あれ、なんか1台売れてるぞ、これなんだ。あ、バスが売れてる。バス1台売れた。バスが1台売れたよ。はい、ということでね。で、BYD の方はどうなってんだろう。BYD が134から、あ、BYD 増えてんだ。BYD はリアル店舗あるんでしょ。BYD は、あれだよね、店舗どんどん少しずつ出していくとかって言ってたよね。はい、ということでね、まあじゃあ上の方から見ていきますがね、全体がね、やっぱりね、全体がどういうトレンドだったのかっていうところもやっぱり大事なんで、見ていきたいと思います。ダイハツさん、あれダイハツ調子悪いんだな。あ、91で、日野さんは、お、日野さん113、昨年、前年比ね。で、ホンダさんが114。あ、調子いいじゃん。で、イスズが、イスズも絶好調。で、レクサスがバカ売れ。259。まあ、これ去年が去年だろうな。で、松田さん元気いいね。113。あ、三菱さん、超元気。148。三菱ふそうも元気。で、日産が、101か。まあ、いいね。よかったね。クリアで。で、スバルさんも119。よし。鈴木さんが、あー、惜しいな。で、トヨタさんが 127%。で、UD トラックや、7割か。厳しいね。頑張って。っていうようなね、感じのな、ずいぶんまた明暗が分かれてますな。でも、全部で、トータルで見ると100超えてんのかな、日本車は。はい、ということでね、まあこんな感じでね、どうですか？意外、UD トラック、ずいぶん凹んでんねって感じだけど、去年なんかイベント、なんかやったのかな。ダイハツさんもちょっと元気ないですね。はい、ということでね、まあ、ケイコクさんは半減ですからね。半減。先月比で半減。はい、それではですね、こちらに対して、チャットの反応見ていきましょう。どうなんですか、コクさん。皆さんなんかこれ見て感想ありますか？ BYD がな、ちょっとな。まだ2桁売れてるのか、驚愕。まだ36台も爆弾が売れてるとは。BYD 買ってるやつも意味不明だけども。
先月はどこかの法人が買ったんじゃね。なんかバスをごっそり買うとかって話も。あんの。BYD は店舗に並べる文化もですね。まあ BYD は燃えないからある程度売れるのかね。走る仮想場には近づきたくもないね。ね。ロータリー出たからね、マツダ。クラウンの影響。日本の道路が爆弾で溢れる前に何とかせねば。トヨタ系列は先々月あたりから納車待ちの納品が一気に動き出したからね。イスズはエルフとフォワードの新型がいいんだよな。おお。それでも多い。誰が予期見物買ってんの。観光バス足りないのかってね。MK はトヨタに頼みたかったけど、納期がかかるので、納期が早くて買ったみたいですよ、わら。はい、ということでね、まあ、会社を見てみましょうか。会社ね、会社どうなってるのかね。まあ、会社といえば BM ベンツか。BM ベンツだとどんな感じになってるのかね。あ、BM78%。軒並み良くないね。会社。あ、フェラーリさんはいい。フェラーリと、あ、フェラーリが110台でヒュンダイ36なんだ。ちょっと比較の対象。あ、ジャガーに負けてるね。当たり前だな。あ、ランボが61台だよ。ロータスにかろうじて勝ったね。で、ベンツは。フォルシェずいぶん売れんだね。あ、ロールスロイスに勝ったよ、警告さん。ボルボ。ボルボ最近ディーラーがバンバン出てる。あーでもベンツでもさ、あれだね、前年比77なんだね。全体的にはあれだろうな、海外勢はちょっと良くないんだろうな。はい、ということでね、じゃあですね、これで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録評価ぜひぜひよろしくお願いいたします。それではまた。